じる。カノヌシはこの奥だよ。とうとう恩返しができそうだな。あんた、それ言いたいだけでしょ。おく、とうとうバレたか。わからいでか。どいつもこいつも他人の都合で動くやつじゃあるまい。否定はしません。自分の舵は自分で取る。それが僕たちの流儀だ。待たせたの、同志殿。最下の剣士ご一行の到着じゃ。最強の剣士、斬るのが楽しみだ。俺たちに喧嘩を売った落とし前、つけさせてもらうぞ。アルトリウス様、私は自分の意志に従ってあなたを止めます。私の剣には人々の理想と希望が宿っている。断りから外れた意志で砕けるもの。あなたの剣は強いよ。けど僕たちと同じただの剣だ。試してみる。お前自身の体で。君に殴られて以来、胸の奥がモヤモヤするんだ。これって何なのかな。わからないならまた殴ってあげるよ。きっと君を食べたらすっきりするな。アーサー兄さん、なぜ鳥は空を飛ぶのか答えが分かったわ。鳥はね、飛びたいから空を飛ぶの。理由なんてなくても、翼が折れて死ぬかもしれなくても、人のためなんかじゃない。誰かに命令されたからでもない。鳥はただ自分が飛びたいから空を飛ぶんだ。そんなものがお前の答え。そう、それが私よ。お前は昔からそうだ。その愚かさこそがゴーマを生み、世界に悲劇をもたらす元凶なのだ。だったら退治してみせろ、同志アルトリウス。もとよりそのつもりだ。Ah!
の前のお返しをするからね。行くわよ。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。人たちとは言わん。全身に死の慟哭を刻め。断固漏洩人。逃がせよ。リッチョはクリットステップ。大地を震え狂いて果てよ。グランドステップ。私に任せてください。痛みも汚れも、これが最善の断りなんだ。沈まれ魔王炎撃法。鎧の炎が超優先。鎧の砲火中。呪い無律廃反。人たちとは言わん。全身に死の慟哭を刻め。断固漏洩人。世界の痛みも汚れも、これが最善の断りなんだ。沈まれ炎が潮流客。痛みが全然だぞ。やめてやろ。攻撃客山田のおる。やめてやろ。全職ステラルコーナー。枠よ。人たちとは言わん。全身に死の慟哭を刻め。断固漏洩人。追い前日しろ。クリットステップ。しぶといゴーマ殿。
原因はあいつだ。お前が邪魔なんだ。どいてよお姉ちゃん。嫌よ。僕の櫛を。それはラフィーがくれた櫛よ、聖主カノヌシ。そっか、僕はカノヌシで、あなたは最下の剣士だったね。お腹が空いたよ、アルトリウス。お腹が空っぽで、胸が空っぽで、体が空っぽで、僕は苦しい、苦しいよ。どうやらお前から絶望を食らうことはできないようだな。ならば鳥は飛ばなければならない。強き翼を持つゆえ、人は沈めなければならない。深き業を持つゆえ、汚れも悲劇も争いも怒りも涙も愛さえも、今すべてを沈めよう。我が羽ばたきで人にふさわしい静寂を、カノヌシよ、私の絶望を食らうがいい。完全なカムイの力で。こいつ、これほどの絶望をずっと抑え込んでたっていうのか。一つ間違えば一瞬でゴーマタじゃぞ。これがアルトリウス様の意志の力。同時に本性よ。じゃあなおさら負けたくない。こんな絶望のあんたに。邪魔だろう。そこよ、重ねかけろ。同時に伸びろ伸びろ、強欲転職。いくらなり音的貫け、ひでよ。誰も打てない。
売買を断滅しろ。レアスマッシュ。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。剣ハードデップ二度刻み。大地を震え狂いてはせよ。凍結しろ。何を忘れ失踪しろ。